ニコライ・アナトリエビチニ・キホロフは、ロシアの政治家、IT 企業家。2012年5月21日に、ウラジミール・プーチン大統領により、ドミートリー・メドベージェフ内閣の通信情報大臣に任命された。2014年3月、ロシア政府関係者は、セキュリティ強化のために、ベアップルのタブレット型端末、iPad の使用をやめ、特別に保護され、 機密情報も扱える韓国サムスン電子の端末に切り替えた。この時、対路制裁への報復ではなく、米企業を締め付ける意図はないとしつつも、米国が通信防受の範囲を著しく広げており、路政府と契約する企業の多くに深刻な懸念をもたらしているとの報告に言及した。2015年12月、インターネットエコノミーフォーラムにて、ブロックチェーンは、 通貨だけでなくあらゆる場所に利用可能だ。この技術がどのように公共のためになるのかを確認しなければならない。5から10年後を見据えてこのテクノロジーが国家と公衆の関係をどのように助けるのかを確かめる必要があると語った。2016年5月、タタールスタン共和国の科学特区インのポリスに IT 企業向けのロシア形態 OS 開発センターが開設されたと、 ツイッターで発表した。OS の開発を行っているのは、オトクルイッターやモビリナやプラトフォルマ。2016年7月、ポケモン GO は、国外の情報機関によって作られた疑いがあると、述べた。モスクワ市民は8月末までに、ポケモン GO を模倣したモスクワ市政府監修のゲーム、ディスカバーモスクワで遊べるようになるという。2016年12月16日、 プーチンロシア連邦大統領の日本公式訪問に追伴する形で来日し、総理大臣皇帝において、日露両国首脳の立ち会いの下、高市さない総務大臣との間で、総務省とロシア連邦通信マスコミ省との間の ICT 分野及び郵便分野における協力に係る覚書の交換を行う。 2004年火山大学経済学部卒業2001年の2005年、インターネットポータルサイト E、火山、RU 運営チーム副代表 http コロンスラッシュスラッシュ,ュ E-kazan.ru2004 年 -2005 年株式会社、現代的なインターネット技術副社長2005年から2006年、タタールスタン共和国首相顧問2006年から2010年、 タタールスタン共和国 IT センター所長2010年4月22日から2012年5月21日、タタールスタン共和国副首相権通信情報大臣2012年5月21日、大統領令により、ロシア連邦通信情報大臣に任命される。妻、二人の娘、息子、ありがとうございます。